俺の名前は池田光輝、小岩大学に通う2回生だ。俺と付き合ってください。ん？ごめんなさい、そういうの興味ないの。そんな、また告白されてるのか。彼女は同回生の中野凛。俺たちは生まれた時からの幼馴染で、家も隣同士だ。昔からクールで友達も少なかったが、俺はいつも彼女のそばにいた。昔からモテてたけど、一度も彼氏を作ったことないよな。まあ俺も凛のことが好きな男子の一人だけど。凛ちゃん、今日こそ俺の告白を。ごめんなさい。即答するな。あいつまた凛に絡んでるのか。彼ヤバすぎチャラ男も俺たちの同回生だ。大学に入学した頃から何度も凛に振られているのだけど。でも今日は諦めねえぞ。せめてデートの約束を取り付けるまでは。いい加減にしなよ。凛は君と付き合うつもりはないっていつも言ってるじゃないか。それは照れてるだけなんだよ。陰キャが邪魔すんな。陰キャ？面白いことを言うね。一体いつから俺が陰キャだと錯覚していた。なんだと。まさかお前は。まあ陰キャなのは事実だけど。無駄な時間取らせんじゃねえ。あ、話してるうちにもう講義の時間だ。急ごう、凛。ええ、まだ話は終わってねえぞ。よし、ここまで来れば大丈夫かな。光輝、ありがとう。あ、手が柔らかいな。顔赤いよ。あ、赤くなってない。それより告白は断っていいの？うん、本当に告白してほしいのは一人だけだから。それって誰のこと？将来の旦那さん。将来結婚するなら付き合う相手もその一人だけでいい。その人以外の告白はいらないわ。一途だな。光輝こそ誰かと付き合わないの？お、俺はまだいいかな。本当は昔から凛のことが好きだけど、今告白する雰囲気じゃないし。あ、そう。え？どうして寂しそうな顔してるんだ？早く講義に行きましょう。う、うん。数時間後。あー、今日も疲れたな。どうしよう。あ、どうしたんですか？それが道に迷ってしまって。どこに行きたいんですか？って感じですけど、今の説明で分かりましたか？はい、ありがとうございます。いえ、このくらい全然ですよ。どうして私以外の子と親しげに話すなんて。彼女は作らないって言ってたのに。さて、俺も帰るか。光輝。あ、リュウ。今の人誰？仲良さそうに話してたけど。なんだか寒気が。あ、困ってたから助けてたんだよ。あ、そう、ごめんなさい、勘違いしてたわ。何の勘違いを？何でもないわ。光輝は優しくて素敵ね。おう、ありがとう。それより今日もうちに来る？マヤも待ってるわ。もちろん行くよ。ただいま。おかえり。この子は凛の妹のマヤちゃんと言っても、二人は血がつながっていない。凛のお父さんは彼女が小学生の頃に病気でこの世を去っている。そして1年前にお母さんが再婚し、連れ子としてマヤちゃんがやってきた。最初人見知りな凛はマヤちゃんとの距離がわからなかったらしい。俺は凛から相談を受け、この1年間二人の仲を取り持っていた。今ではすっかり仲良くなり、俺もマヤちゃんに懐かれ。今日もおままごとしよ。台本もちゃんと書いたんだよ。リアルおままごとかな。お姉ちゃんがママで、お兄ちゃんはパパね。マヤはワンワンやる。そう、それはまずい気がする。マヤちゃんがママをやった方が楽しいんじゃないかな。俺が犬をやるから。わかった、そうする。ふーん。
あれ、洗濯ミスった。そんなにマヤの犬になりたかったんだ。人聞き悪いことを言わないで。ほら、リンって告白されるなら結婚相手だけでいいって言ってたでしょ。おままごととはいえ、付き合ってもない男子と夫婦みたいになるのは嫌かと思って。そんなことない。お、そっか、おままごとだもんね。そうじゃなくて。え？ううん、なんでもない。それより早く始めましょう。うん、じゃあね。ポチ、ご飯作ってくるからパパのお膝で待っててね。いきなりハードル高くない？仕方ないわね。よしよし。わあ、何やってんの？今のあなたは犬でしょ。飼い主によしよしされるのがあなたの役目よ。めっちゃ恥ずかしいんだけど。10分後。まさかこれからずっとリンによしよしされるなんて。楽しかった。でももっとリアルにしたいな。ならいいもの貸してあげる。後期はちょっと待ってて。ああ。戻ったわ。あ、マヤちゃんは？トイレに行ってるの。その間に少し休憩しましょう。コーヒー入れるわ。ありがとう。ただいま。お兄ちゃん、結婚したいから婚姻届書いて。ああ、うん、さっきの続きやるんだね。っていうか、リンが貸したのってそれ？雑誌の付録かな。あ、いいよ、どれどれ。え？なんでリンの名前が？あら、マヤが間違えちゃったのかしら。確かに字も幼いな。それだけ私たちに夫婦役をやってほしいのよ。ここはマヤの意思を尊重して早く結婚しよう。サインと印鑑をしてね。ね？そこまで本格的にするの？おままごとなのに。リアルにするためよ。やっぱりリアルおままごとだこれ。じゃあマヤはお姉ちゃんの子供やる。ママ、お腹すいたよ。あ、ねえコウキ、うちの子ものすごく可愛いわね。ああ、将来は大女優だ。本当？それで私は何をすればいいかしら。じゃあママはパパに食べさせてあげてね。え？わかったわ。ほらパパ。あー、うん、あ、早く食べないとお仕事遅刻しちゃうわよ。照れちゃダメ。照れてない。落ち着け俺、これはおままごとだ。ごちそうさま。そろそろ会社に行く時間ね。行ってきますの、チューしなきゃ。それはさすがにまずいよ。でもパパとママはやってるし、やらなきゃリアルじゃないわ。君の両親仲良くていいね。でも付き合ってないのにそこまでするのは。そんな、チューしてくれないの？なんでそんなに寂しそうに見つめてくるんだ。数時間後。今日のリン、おかしかったよな。あれどういうことだったんだ。まあ明日になったら戻ってるよね。って婚姻届も持って帰っちゃった。今度返せばいいか。翌日。な、中野さん、俺と付き合ってください。ごめんなさい。即答。今日も賑やかだな。あ、おはよう旦那様。どうしたの急に。忘れちゃったの？昨日は膝枕したり、ご飯をあんしたり、行ってきますのチューもしたのに。最後のはしてないよね。でも昨日は夫婦として過ごしたのは事実。あれが忘れられなくて、つい呼び方を間違えちゃった。どういうことだ。まさか彼氏を通り越して旦那がいたなんて、羨ましすぎるぞ。誤解が広がってる。おままごとの話だからね。うん、今日も帰ったらやろうね。リンの妹と一緒にね。じゃあ講義に行きましょうかね、ダーリン。昨日はそんな呼び方してなかったよね。今日のリン、どうしちゃったんだ。
そういえばマヤが動物園に行きたいらしいの。一緒にどう？週末なら時間も空いてるし、いいよ。うん、じゃあ予定開けておくね。そして休日、動物園楽しみ。そうだね。でもこうして歩いてると家族みたいだね。そうね。コウキもいつか結婚したらこんな風に歩いてみたい？まあ幸せな家族みたいで憧れるね。そう、じゃあ頑張るわ。何を？着いた。ここに来るの久しぶりだな。家族割もあるみたい。今の私たちも使えるんじゃないかしら。それだと本当に夫婦みたいじゃん。嫌なの？私と家族になるの？嫌じゃないけど。じゃあ問題ない。今日は私たち夫婦ね、ダーリン。早く入ろう、パパ、ママ。マヤちゃんまで。あ、見て、あのお猿さん親子だって。へえ、かわいいな。コウキもやっぱりああいうのに憧れてるの？え？私もね、子供がたくさんいて、子供好きな旦那さんと幸せに暮らしたいわ。そういえば、コウキも子供好きよね。私の理想にぴったりかも。え？まさか俺と家族になりたいってこと？いやいや、さすがに考えすぎだよな。動物園には他にもイベントがあった。ヤギに餌やり体験をしたり、触れ合いコーナーもあったりして。かわいい。あ、かわいいね、パパ。ああ、かわいいな。リンの笑顔って本当にかわいい。数時間後。楽しかった。また3人で一緒に出かけましょう。その時はパパ役よろしくね。またやるの？嫌ならいいけど。どうしてもダメ？そんな寂しそうな顔されたら断れないだろう。そうして俺たちは休日の旅に出かけることに。その旅に本当の家族みたいに過ごした。そんなある日のこと。マヤ、顔についてるわ。撮ってあげる。ありがとう。リンって本当に面倒見がいいよな。子供の面倒を見るの好きだから。それに私、いいお嫁さんになりたいの。あ、コウキは私がいいお嫁さんになれると思う？もちろん。リンがお嫁さんだったらすごく幸せだと思う。正直俺もこんなお嫁さんが欲しいしって言えるか。数時間後。むにゃ。あ、リンのいい匂いが。でも起こすわけにはいかないし。ねえねえ、お姉ちゃんのこと好きなの？いきなり何言ってるの？だってお姉ちゃんと一緒にいるといつもお顔が真っ赤だから。ごまかせないか。リンは寝てるみたいだし。そう、好きだよ。本当？二人がパパとママみたいになったらマヤも嬉しい。それはないかな。どうして？リンはいつもたくさん告白されてるんだ。でも全部断ってて。リンにとって俺はきっと友達だと思う。気の置けない友達だと思ってた相手に告白されたらショックを受けるかもしれないし。そうかな。そうなんだよ。今の関係が壊れたらきっとリンも悲しむ。だからマヤは大丈夫だと思うよ。え？だってお姉ちゃんは。間もなく小岩駅。あ、ここで降りないと。リン、起きて。おにゃ。帰宅後。今日は楽しかったな。でもマヤちゃんの言ってたことってどういう意味だろう。そういえば返すの忘れてた。あれ？よく見たら文字が日焼けしてる。本当におままごとのために用意したものなのか？翌日からも俺たちはいつも通り過ごした。
リンは相変わらず男子たちから告白されていたのだが、なんか今までよりずっとモヤモヤするな。そんなある日のこと。リンちゃん、今日こそ俺と。お断りします。ちょ待てよ、あいつまたかよ。いい加減にしなよ。またお前かよ、邪魔するんじゃねえ。君こそ何度も振られてるのにどうして諦めないんだ。振られるのが怖くてアタックできるか。誰かに先を越されるくらいなら何回振られても付き合うまでアタックするべきだろ。あ、そうか。最近ずっとモヤモヤしてたのは誰にもリンを渡したくなかったからだ。なのに俺は振られるのが怖くて逃げてただけじゃないか。こんな可愛い子は俺にふさわしいんだ。だから絶対に諦め。ありがとう。おかげで決心がついたよ。え？リン、俺も君のことが好きだ。え？ああ。面倒見が良くて優しい君のことがずっと好きだった。もし君と結婚したら絶対に幸せになれるって思ってたんだ。今までリンの迷惑になるかもって告白できなかった。でも俺がリンを幸せにしたい。だから俺と付き合ってください。ふふ、この俺でもダメなのにお前が結ばれるわけが。私もコウキが好き。なに。昔から人付き合いが苦手な私を支えてくれたのはあなただったから。マヤと仲良くなれたのもあなたが支えてくれたおかげだったし、そんなコウキと結婚できたらどれだけ幸せだろうって何度も何度も妄想してたわ。あ、本当に？うん、告白してくれるのずっと待ってたんだから。え？やっぱり忘れてるのね。幼稚園の頃、いつか結婚しよう、大人になったら僕から告白するってコウキが言ったんだよ。え？その約束を覚えてたから他の人の告白は断ってたの。なのに全然覚えてなくて、だから思い出させようと頑張って行動してたのよ。じゃあこの間の婚姻届も？うん、昔私が書いたやつなの。いつか使うだろうってずっと大切に持ってた。そうだったのか。そんな大事な約束忘れててごめん。ずっと寂しい思いをさせた分幸せにするから。うん、私もコウキのことを支えるわ。そんな、俺の方がイケメンなのにどうしてこんな陰キャが。ヤバスギ君のおかげで告白できたよ。ありがとう。あなたは私たちのキューピッドね。ありがとう。そんなつもりじゃなかったのに。その日を機にヤバスギ君は俺たちに絡まなくなった。新しい出会いを探して毎日さまよっているようだ。そして俺たちはマヤちゃんにも事情を話すことに。マヤを利用するようなことしてごめんね。ううん、マヤね、大好きなお姉ちゃんとお兄ちゃんのお手伝いができて嬉しいから。そっか、ありがとう。そんなある日のこと。お邪魔します。ってマヤちゃんは？今日はパパとママと旅行なの。私は大学の用事があって行けなかったけどね。俺が帰ったら一人じゃん、寂しくない？うん、一人じゃないわ。え？今日は返さないから。今まで甘えられなかった分今日はたくさんイチャイチャしよう。うん、それだけじゃ物足りない。やっぱり結婚しよう。子供は何人欲しい？世界中にあるサッカー場の観客席を満員にできるくらい。少子化が一気に解決しちゃう。コウキのためならいくらでも頑張れるわ。私たちで幸せな家庭を築きましょうね。そういうのはまだ早いから。ミルです。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。優しいあなたが大好きです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。